大宮神社。大宮神社は、奈良県桜井市山林、大宮町大技和三所和山にある神社。式内社、明神大社、大和国一の宮、二十二社、中七社。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。旧来は、三和の御所宮、大宮大物主神社と呼ばれた。中世以降は、三和明神とも呼ばれる。 現在は別称を三輪神社ともいう。三輪山、三所山を、神体、神体山とする。大三輪神社は、巻き向く、岩れ一体に勢力を持った、先住族が崇敬し、岩倉祭主が営まれたとされる日本でも古い神社の一つで、神奈美信仰様式をとった、神聖な信仰の場であったと考えられる。全国各地に、大神社、神社、三輪神社、 三輪神社が分祀されており、すでに縁起式神明帳、縁起式巻9.10の神明式にも記述がある。その分布は、山陽道に沿って、張馬、三正か、美備前、備中、巣王に多い。大三輪神社は、三輪山、三所山を、新大山としているため本殿を持たず、山中には、上から、沖津岩倉、中津岩倉、変津岩倉、 ヘツイワクラの三つのイワクラがある。大宮神社は、拝殿から、三輪山自体を身体として仰ぎ見る、古神道、原始神道の形態を残している。漢文四年、1664年、四大将軍、徳川家綱によって再建された、拝殿、国の重要文化財は、胸札によると、宮半坊官主の代の時に、金谷の重左衛門と手代、福本又次郎を、 万象棟梁とし造営されたもので、それ以前はサンツトリーとそれに続く水垣が巡るに過ぎなかった。廃殿奥にある重要文化財に指定されたサンツトリー、ミワトリーは映像物の中において中枢の地位を占め、明人トリーの形式の両脇に脇トリーが接続し、本柱のほか、脇柱が2本、合計4本の柱があり、得意な形式のものである。 ミッツトリーからヘン枠らまでが、近足地で、麓の山の上最遺石などからは、古墳時代中期以降の古式土器やスエキ、小餅マガ玉、チャウス玉、竹玉など、古墳時代から、奈良時代のものが出土した。三輪山祭取は、三輪山の山中や山麓にとどまらず、初瀬川と牧港線に挟まれた地域、水が号でも三輪山を持ち配して行われた。 例年11月14日に行われる、醸造安全祈願祭、酒祭りで拝殿に杉玉が吊るされる。これが各地の造り酒屋へと伝わった。大宮神社の拙者のひばる神社、本社周辺三章は山と姫命が、天寺大臣を、磯賢城の日もろぎを立てて、四季の元凶の本に、初めて宮中の外に祀った、山と重ぬいの言うの地であると伝えられ、 元伊勢の始まりの地となっている、日本初期、水人天皇団。大名討の神の二記玉である大物主神は蛇神で、あると考えられ、水人、または、雷神としての性格を合わせ持ち、稲作法上、薬病よけ、酒造り、醸造などの神として、特段厚い信仰を集めている。また、日本の守護神、軍神、士族神、 三輪の死の祖神である一方でたたりなす強力な神、霊異なる神ともされている。主祭神の大物主神に関係する伝説として、大三輪神社の付近にある橋墓、橋墓古墳に関わる伝説が知られる。以下に概略を述べる。詳細は、橋墓古墳なの由来を参照。和石石碑百重ね姫命は聡明で、未来を予言することができた。 主人天皇の命により、北陸道を平定しようと出発した将軍の、大彦命が道中で不思議な笑べ歌を歌う少女に、出会った。大彦命は直ちに引き返して天皇に報告した。これを聞いた、和赤赤飛百重姫命は、武派に安彦命と安田美音の反逆を予言した。武派に安彦命らによる反乱は、大彦命、被告に武器命らによって討伐された。 その後月日は流れ、和赤石日百重姫命は大物主神の妻になった。しかしこの神はいつも夜にしか姫のところへやってこず、姿を見ることができなかった。百重姫は夫にお姿を見たいので朝までいてほしいと頼んだ。翌朝明るくなって見たものは、夫の美しい蛇の姿であった。百重姫が驚き叫んだため、 大物主神は恥じて、三輪山に帰ってしまった。百重ね姫はこれを後悔して泣き崩れた表紙に、箸が陰部を突き絶命してしまった、もしくは、箸で陰部を突き命を絶った。百重ね姫は大一に葬られた。地の人はこの墓を箸墓と呼んだという。危機によれば、大国主神大名虫の人は、少なびこなの人と共に国づくりをしていたが、大国主が、 お前は小さな神だなと苦労したために、国づくり仲間にして、少なびこなの人はと世に帰ってしまった。大国主神が、この後どうやって一人で国づくりをすればよいのだと、言うと、うなばらを照らして、神が出現した。その神は、大国主の幸い騙しい木騙しい、和魂であり、山和国の東の山の上に祀れば、国づくりに協力すると言った。この神がご所山。 三輪山に鎮座している大物主神であるという。この神を祀ったのが、大三輪神社と思われる。主神天皇五年から薬病が流行り移民が死亡し、同六年には、百姓流理四国に背くものがあった。天皇はこれを憂慮し、祭祀によって、事態を解決しようとした。同七年二月、和石石碑百重曽姫命に表意して、大物主神を祀れば平らぐと、神がかりし、 その後、天皇に、大物主神が夢かかりして現れ、その神託に従って、同七年十一月に、物延氏のべしの添い回ロをスに命じ、大田殿魂主を、河地国地の県設村、後の東東木村に探し出して、再出とし、大物主神を祀らせた。その結果、国内が静まり、五国法上して百姓が賑わった、日本初期。 三輪山から出土する、末駅の大半は、大阪府堺市の千北丘陵にある、末村雇用氏群で焼かれたとされており、このことは、大田伝魂氏が、末村から見出されたという伝承と一致する。大田伝魂氏の子孫は後に、三輪の氏、神氏、姓は、君ともとなり、さらに後に、大神氏、姓は君、大三輪氏、姓は、阿尊となった。国史には。 公平や、深海の昇進など当社に関する記事が多数あり、朝廷から厚く信仰されていたことがわかる。上元元年、859年2月、深海は最高位の小一くらいに達した。また、演技式新名帳には、大和国上上郡大臣、大物主神社名神大月辞書かつて新名と記載され、名神大社に列している。中世以降、 神仏集合の色濃く、三輪明神として厚く信仰された。室町時代に創作された、作者不詳、一説に、コンパル全築とも言うの要曲、三輪では切り、終わりの部分の首相に、思えば、伊勢と三の神、一体分身のおこと、岩倉、岩倉、ことは倉屋、の言葉、天岩とのことがある。平等寺、大宮寺、清し願い寺、 二次という三つの大きな神宮寺があったが、明治時代に行われた廃仏希釈で三すべてが廃寺となり、大宮寺の本尊であった十一面観音像が、昇林寺に移管された。その後、昭和五十二年、1977年に、平等寺は、総統州の寺院として再興された。大和七福八宝巡り、三輪明神、長谷寺、敷山、長寺,寺、大魔寺中の坊 安倍門寺院、おふさ観音、丹山神社、久米寺の一つに数えられている。金城天皇が二回参拝、皇太子時代、昭和四十五年と平成二十六年されている。平成の参拝の折、道子皇后は毎年四月に催される、陳花祭り、花しずめの祭りに心惹かれたという。六国史における神会、宝女の記録、いずれも神は、 大見は大物主身と記される。他多数、所在地、交通アクセス、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。